岸田首相がついに本気モードに突入したみたい。どうも岸田首相、新たな体制で思い切った経済対策を作る、物価高から国民生活を守ると発言してるみたい。では詳しい内容を見てみるね。岸田文雄首相は13日にも内閣改造、自民党役員人事を実施した後、新たな閣僚に経済対策の検討を指示する。10日のニューデリーでの内外記者会見で物価高への対応を優先課題に挙げ、新たな体制で思い切った経済対策を作ると強調した。首相が今回の対策に関して思い切った内容と踏み込んだ表現を使ったのは初めて。物価高から国民生活を守り、賃上げと投資の拡大の流れをより力強いものにすると述べた。思い切った経済対策を作る、物価高から国民生活を守る、今回ばかりは信じていいのかな。でもね、この一見まともな岸田首相の発言に対しネットでは結構厳しい声が飛び交ってるようなんだよ。ちょっと見てみてよ。異次元の少子化対策の次は思い切った経済対策か。どうせ日本国民に対しては大したことせんやろ。期待ゼロ。思い切ったが異次元より上位互換であることを初めて知った。本当、言葉だけ見ると超一流だよ。言葉だけは笑いいのよ。そんな意気込みとかそんなの求めてないのよ。結果を出せよ。まずわら、物価高なのはガソリン代高騰のせいでもあるんだが、ライブ前からやばいって言われてたのに、お前は何もせずにずっとそれ放置してたじゃん。今更マジで何を言ってるの。言うだけなら誰でもできる。本当にやる気があるならとっくにやってる。今更こんなこと言って誰が信じると思うんだ、このバカ。全然期待してません。全然守ろうとしてないよね。もうすっかり狼少年ですから、全く聞く気がしません。物価高から国民生活を守り、賃上げと投資の拡大の流れをより力強いものにするために消費税を上げます。だな。国民イコール外国人じゃないよな。物価高対策で金融引き締めとか言い出すんじゃないだろうな。一律給付金と消費税減税だな。そして給付金は、貯金に回さず、ちゃんと使えばまた給付すると公言すればいいのさ。予算は十分あるので、減税に期待しておきますね。経済対策は減税一択。思い切った内容というのは、さらに増税で国民から絞り取るってこと。財源は増税です。こいつの言葉は何一つ信じない。物価高を抑えるんじゃなくて、賃金を上げることを考えろ財務犬。いい加減に別次元から帰ってこい。国民の幸せを真剣に考えてみてほしい。岸田政権によるこれまでの国民の声ガン無視の政治のせいで、すでに多くの国民は岸田首相のことを狼少年だとしか捉えてないみたいだね。確かに今回の岸田首相の意気込みを聞いたところで、これまでの岸田首相の国民軽視の政治を鑑みるとやっぱり信用できないよね。岸田首相のこれまでの国民無視の数ある暴挙により、すでに多くの国民は岸田首相の発言を信用していないということ。まあ仕方ないよね。岸田政権がそう思われるようなことばかりやってきたんだから。また検討ですか。また口だけ詐欺ですか。選挙のためのアピールですかい、とついつい思っちゃうよね。岸田首相はこの現実を重く受け止めるべきだよ。とにかく岸田首相、減税してください。お願いいたします。